前回のあらすじ、姫路から金沢まで来ました。大間崎への旅、1日目、金沢駅の鼓門からスタートです。今日は北陸を観光しながら新潟市を目指します。本日の移動距離は約400キロです。朝ごはんは近江町市場の行き行き亭。朝7時からお寿司や海鮮丼が食べられます。平日の7時過ぎでも並びができる人気店。大はしゃぎ。金沢も観光したいところですが、時間がないので気持ち程度の金沢城、兼六園の入り口を眺めて出発。少し移動して見えてきたのは道の駅内灘サンセットパーク。普段なら買わないお高い炭酸飲料を飲みながら内灘大橋とその奥の河北潟を眺めます。潟湖の近くにはメタセコヤ並木が。道が狭いのも相まっていい眺めです。もっと秋深くなった時の紅葉が一番の見頃でしょう。さらに北上して石川県。毎回読み方忘れるんですよね。羽咋市です。ここには浜辺を車で走れる場所があるらしい。千里浜渚ドライブウェイ。気持ちいい景色ですね。羽咋市のホームページでは水平線に沈む夕日が絶景と記載されていました。一目見たい気持ちはありますが、時間がないのでさらっと通過していきます。千里浜からはすぐ高速に乗ることができます。能登里山街道という自動車専用道です。金沢から能登半島の真ん中にある能登空港まで続く高速ですが、なんと無料です。海沿いを走るので景色もいいですし、平日で空いてるしで気分よし。次は能登地方の中心、七尾市にある和倉温泉に向かいます。七尾湾に面し、能登島大橋で能登島とつながる能登観光の玄関口となる温泉街。由緒正しい温泉街ということを感じさせるモニュメント。豊富な湯量をアピールするかのごとく、至る所で温泉に触れられます。水金窟ですか。温泉行こ。おそらく唯一の日帰り専用温泉である和倉温泉総湯。あふれ出る公式感ゆえの安心感。ふう、源泉 100% の温泉で、綺麗で広くて、サウナもあって460円。住みたい。近くには能登ミルクを使用したジェラート屋。そらこうなるわけよ。土平日ということもあって人も少なく、めっちゃゆったりできました。では富山方面に進んでいきましょう。まずはお昼ご飯を。百名店イーストに名を連ねるラーメン店が氷見市にあるため、そこに行ってみます。ここが中央町。絵に描いたようなシャッター街ですが、平日だからだと思います。多分この様子だと百名店といえど並ばずに入れそうです。突然の大行列。閉店も近かったので諦めて、きときと寿司氷見本店に来ました。北陸に数店舗展開している回転寿司です。朝海鮮丼からの昼お寿司で、すでに食費が7000円かかってしまっていますが、気にせず行きましょう。氷見市から富山市方面に海沿いを進むとあるのが天原市海岸。天気がいいと富山湾越しに立山連峰を望むことのできる絶景スポットです。どこ？立山どこ？道の駅の向かいには JR 氷見線の踏切と義経岩。電車から見る景色もめちゃくちゃ良さそうですね。登ると白川郷に至る小川を渡り、壮大な新港大橋を渡り、富山駅に到着しました。富山は路面電車が走ってるんですね。富山市で唯一訪れたのが、駅前にある富南運河灌水公園。ここにはスタバがあります。スターバックスコーヒー富山灌水公園。スターバックスのストアデザイン賞の最優秀賞を受賞し、世界一美しいスタバと言われています。日も傾いてきたことですし、ここでコーヒーブレイクとか言ってる時間はなく、世界一美しいスタバを遠くから眺めて帰りました。もう日が沈みかけてきましたが、あとは上越市でラーメンを食べ、新潟市のホテルに行くだけです。時間があれば糸魚川のフォッサマグナミュージアムに行くとか考えていましたが、あるどころか足りなさすぎたので諦めました。新潟県に入りすぐにあるのが親知らず子知らずという景勝地。山が海岸近くまでせり出している交通の難所で、道路を敷設する場所もなかったのか、北陸自動車道は海に飛び出しています。親知らずインターチェンジを降りてすぐにある道の駅で休憩。親知らず子知らずの由来は諸説ありますが、断崖と波が厳しく、通る際に親子互いに助け合う余裕がないことからついたという話があります。このアートもおそらく親子が波に襲われて阿鼻叫喚の様子を違いました。最初に本日の移動距離は400キロと申しましたが、
富山市から新潟市までは250キロです。もう夜の帳が降りてくる時間帯ですが、移動距離的にはまだ道半ばにも至っていません。新潟市遠いいね。上越市に到着し、高速からわざわざ降りて訪れたのは上越屋。家系ラーメンの吉村屋直系になります。味としては、意外にあっさりしているような気がしました。王道屋系列の方が好きだなってツイートしたらラーメン枠からめっちゃファボリツされて怖かったです。再び新潟市に向けて走り出します。上越市から新潟市も130キロくらいあります。お試しで撮ってみたタイムラプス。意外に見れる。0日目と同様、高速をひたすら走っているところですが、これすると虫との衝突で車の顔が汚れるんですよね。今後はできる限り、誰かに先導してもらうようにしたい。やっとのことで新潟市に到着。今日のお宿はホテル日光新潟。平日で安かった上に30階のお部屋。そこから眺める新潟市の夜景。ホテルの真横には日本一の川、信濃川。新潟市って発展してるなぁ。明日のために早く寝たいところですが、こんな景色を見てしまうと外を歩きたくなってしまいます。もっと新潟の街を散策したい気持ちもありますが、今日はここまで。明日からようやく東北入りします。天気もいいみたいなので、いい景色を最高のコンディションで見れそうです。ではお疲れ様でした。